さんこんにちは、せいかです。今日はねちょっと遅くなってしまったんですけど、上半期ベストコスメをご紹介したいなと思います。まず最初はベース部門からご紹介していこうかなと思います。一つ目はじゃん、ドクタージャルトのシカペアリカバーです。もうねこの上半期はもうこれ半分ぐらいお世話になったなっていうぐらい、めちゃくちゃ活躍しました。肌荒れした時にも安心して使えるし、かつトーンアップもしてくれて、 SPF もねしっかり入っているので、これをねご紹介した時に皆さんから買いましたとか、すごい良かったですとか、私の妹もこれを使っているらしくて、かなりね好評がありました。私も本当にこれにはめちゃくちゃ今年はお世話になったなっていう風に思います。しかもね大容量でなかなかなくならないので、これイモちゃまに中身半分渡したんですよね。なのに全然まだ入ってるっていう、もうこれは本当にこれからもずっと使っていこうかなと思いますし、いいアイテムにね出会ったなっていう風に思います。二つ目のベースはこちらです。エクセルのラスティングタッチベースですね。これ最近出会ったんですけど、もうね使った時に衝撃を受けたので、これはね絶対上半期ベストコスメ入るなと思ったのでご紹介させていただきます。化粧下地なんですけど、しっかりカバー力もあるし、トーンアップもしてくれるし、ちょっとね私的には SPF30 にもね弱めなんですけど、まあ上から SPF が入っている、まあ、お粉をね塗ればまあ問題ないんじゃないかなっていう風に思います。これねなんて言うんだろう、すごい伸びもいいしペタペタしない。私ねもうベース作りの時にペタペタするアイテムを使うと本当に苦手というか、今年はねマスクがね必須になってくると思うので、なおさらペタペタしたベース作りは無理っていうか、なんかこうマスクをしてるとすごいペタペタすると私的に気持ち悪いというか不快感なので、これはねとってもサラサラしてくれるんですよ。なんかねパウダー塗ったんじゃないかなっていうぐらいとってもねサラサラするので、このエクセルのね化粧下地とってもいいなっていう風に思いました。次はコンシーラーですね。コンシーラーはこれです。キャンメイクのカラーミクシングコンシーラー、私は03番の色を使っています。キャンメイク縛りの時にこのねコンシーラーに出会ったんですけど、もうねコスパもいいし、しっかりねこうやって3色入っているんですよ。で私がすごいなって思ったのは、今までクマ隠しはこういうね肌色系を使ってたんですよ。でもねここにクマはこのねオレンジを使ってあげた方が綺麗に消えるってここに書いてあるんですけど、え本当とオレンジ使うのって私はちょっと半信半疑で使ってみたんですけど、確かにこのクマオレンジ使ってあげた方がしっかり消えるなっていう風に思ったのと、あとはこの2つもしっかりねこうニキビのところだったりとか、まぁ、ちょっとね赤みで気になるところもねしっかりねカバーしてくれるし、あとはこの付属でついているチップもね優秀だなっていう風に思ったんですよ。こっちはねちょっとスポンジタイプで、こっちはねハケなんですけど、まあクマとかはこのねハケを使って隠してあげるんですけど、私的に感動したのはこっちのスポンジの方ですね。このねスポンジはまあニキビだったりとか、まあちょっとね吹き出物赤みがあるところにピンポイントでしっかり消してくれる、なんかハケよりスポンジの方が、あ吹き出物って消しやすいんだなっていう風に思ったので、こちらをね上げさせていただいたのと、あとこのチップが長め、持つところが長めなのでやりやすいなっていう風に思いました。あとはまあこのねテクスチャー的に少し普通のコンシーラーよりかは固めなんですけど、その分ねしっかりこう肌に密着してくれるというか、まあカバー力はねあるなっていう風に思いました。キャンメイクのこの値段の割にハイクオリティだなっていう風に思いましたね。上半期ベストコスメに認定したいと思います。次はマスカラ部門ですね。まずは下地マスカラをご紹介したいなと思います。もうおなじみじゃじゃん、こちらのキャンメイクのクイックラッシュカーラーですね。もう私これ以外の下地マスカラ浮気できないなっていうレベルで、毎年毎年これは本当にすごいなっていう風に思ってます。やっぱり安いし、キャンメイクって本当優秀だなって思いました。値段以上のことをしてくれるというか、フォームタイプになっていて、しっかり上げたまつげをこうコーティングできる、キャッチ、まつげをねキャッチしてくれるので、フォームタイプ私すごい使いやすいなって思ったのと、
今年は本当にねマスクをしなきゃいけないので、マスクをした時にやっぱりどうしてもなんか湿気で落ちてくると思うんですよ。でもこの下地マスカラを使うことによって全くまつげ落ちない。私は本当にこの下地マスカラ何本使ったんだっていうレベルで本当にお世話になっています。今年もランクインしました。次は黒マスカラをご紹介したいなと思います。こちらですね、スカルプ D ビューティーのピュアフリーマスカラ、色はブラックですね。このマスカラ塗りやすいというか、このコーム部分がカーブしてるっていうか、ちょっと三日月っぽい形になっているので、まつげに沿うように塗ることができるし、あとねこのマスカラすごいまつげが伸びるんですよ。今日も私これ使っているんですけど、綺麗にダマなくしっかりまつげを伸ばすことができるので、このマスカラとってもいいなっていう風に思いました。あとはねマスクをしていても落ちないっていう点でも良かったなっていう風に思います。次はペンシルタイプのアイライナーをご紹介したいなと思います。こちらデジャブの密着ライナーですね。色味は黒です。私今までペンシルタイプのアイライナーでインラインをね引くと絶対パンダになるんですよ。だけどこのねデジャブの密着ライナーを使うことによって初めてパンダ目にならなかったんですよ。え、これすごーって思って、ペン先はねまあめちゃくちゃ細いっていうわけではないです。まあ普通タイプの繰り出しタイプのペンになっているんですけど、確かに密着ライナーっていうぐらいこう粘膜に引いた時にしっかりね密着してくれるなっていう風に思ったのと、あとはテクスチャー的にめちゃくちゃ硬いわけでもないし超柔らかいわけでもない、ちょうど中間ぐらい、あ、とってもね引いてる時に塗りやすいなっていう風に思いました。私ね本当に今まで何本のペンシルライナーを使ってきても絶対パンダ目になるんですよ。なんでって思ったんですけど、みんなの口コミを見てて、まあ騙されたと思ってこれをね、まあ買ってみたんですよ。どうせまたパンダ目になるんだろうなって思ったんですけど、初めてなんなかったの。それぐらい感動したから、めっちゃすごいなと思って。あのね、ペンシルでちょっとね、パンダ目になって困ってるなっていう方はね、騙されたと思ってこれをね、使ってみてほしいなっていうふうに思いました。それぐらいね、感動したので、これはね、上半期、もう速攻で、ベストコスメに入るなというふうに思います。次はアイシャドウですね。アイシャドウはこちらです。リセのグロッシーリッチアイズ N、 色味はココアブラウンですね。これもね最近出会ったんですけど、全部の色は可愛いんですよ。まあ本当にね捨て色はないなっていうふうに思うんですけど、特に私あのめちゃくちゃ使った色、この色なんて言うんだろう、このね色味ね、なんて言うんだろうね、まあ、おしゃれ色って私は言ってるんですけど、この絶妙なブラウンすぎずグレーすぎずピンクすぎない、ちょうどねこのね絶妙な色味が私の目にはとっても合うなっていう風に思ったんですよ。ナチュラルなメイクの時でも全然いいですし、だけどしっかりこう目元をね華やかにしてくれる絶妙な色具合と、あとは質感ですね。安っぽくないこうラメ感とかツヤ感がねあるので、目元にこう私は結構指で塗るんですけど、塗った時にこうふわっと自然に簡単にねつくアイシャドウだなって思ったので、アイシャドウ塗るの苦手とか初心者の方もねこれはねとってもね使いやすいんじゃないかなっていう風に思いました。本当にこの色味が絶妙でね、とっても大好きだなっていう風に思います。次はリップですね。リップが最後になります。まず一つはこちらですね、ルージュココフラッシュの144番。この144番に出会ってからめちゃくちゃ可愛いなっていう風に思ったんですよ。こういうね、なんて言うんだろうな、赤すぎず、ピンクすぎず、大人っぽい色味。なんかね、私そういう絶妙な間の中間の色がすごい好きで、あとはね、とってもリップをつけても乾燥しないというか、やっぱりね、乾燥するリップって私あんまり好きじゃないんですけど、これはね、別にリップ、薬用リップをね、持たなくてもこれ一本で、唇をね保湿してくれるので、あとはね見た目もねとっても可愛いなっていう風に思います。なんかこれを持ってるだけで気分が上がるなっていう風に思いますし、色味もね可愛いし塗り心地もね最高だなっていう風に思いました。次は最後ですね、こちらのリップです。ロム&のジューシーラスティングティント
こんな感じの色味はね、こういう、わかります？とってもね、みずみずしいというか、ティントなんですよ。ティントだけど、パサパサしないというか、水っぽいティントなので、肌に密着して、色味もね、落ちにくいし、かつちょっとね、水っぽいテクスチャーとか、まあ、ちょっと艶な感じもね、演出してくれるので、ティントがね、好きな私には素敵な質感だなっていう風に思いました。色味もね、可愛いんですよ。で、皆さんね、結構ロム&のね、リップをね、使っている方多いなって最近思ったんですけど、私もね、使ったことなかった時に友達にロム&のリップめちゃくちゃいいから使ってみなって言われて買ったんですけど、何なんだろうね、この質感。私は大好きですね。パサパサしないし。だけど、唇の色をね、落とさず、うるつやな印象にしてくれるし、あとね、色味も優しいというか、パキッとしてない感じ。だけど、唇にしっかりね、血色感を与えてくれるので、このリップ優秀だなっていう風に思ったので、ご紹介させていただきました。はい、こんな感じで私の上半期ベストコスメをご紹介させていただきました。結構ね、こんな感じで種類あったと思うんですけど、今回ね、紹介させてもらったやつをね、上半期とってもね、活躍してくれたなっていう風に思いました。やっぱりね、コスメとっても大好きだなって思いますし、皆さんからね、コメントでこれすごい良かったですとか、ありがとうございますっていうね、コメントをね、見るの私本当に嬉しいと言いますか、そこでね、コミュニケーションをね、取れるなっていう風に思っているので、皆さんいつもコメントありがとうございます。これからもね、いろんなコスメをね、皆さんにね、シェアできたらいいなっていう風に思っています。皆さんいつもありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。